皆さんこんにちは、ケツです。ジンくんです。はい、ジンくん、ジンくん、はい、はい、ということで今日もですね、里親さんからのご連絡の方をいただいております。では早速ちょっと見ていただきたいと思います。ちょっとオープニングで出したかもしれないですけど、どうぞ。というようにですね、なんとクロちゃん、先住猫ちゃんとキャッチミーをね、キャッチミーで遊んでるということで、もう、うちでもね、クロちゃんはキャッチミーで遊んでたんですけれども、まあ一人でこう、ね、わっちゃわっちゃこうやって遊んで、楽しくね、やってましたけれども、それを、あ、ジンくんです。で、先住猫ちゃんも、先住猫ちゃんもキャッチミーで遊ぶらしいんですよ。で、2人でああやってキャッチミーを囲んで、まあ、今ここに出てると思いますけど、2人で囲んで、ね、多分お互い気を使ってるんだろうなっていうのは分かりますよね。でもこれって全然その相手を警戒してるとかじゃなくて、その、まあ、相手に気を使ってる。あー、ジンくんできたの、ジンくんできたの。相手にね、気を使ってるっていうことだと思うんですよ。ゆっくりいくよ。でもうこうやって見てもらったら分かる通りですね、2人とも、ジンくんできたの、すごいね、はい、2人ともですね、こうやってちょいちょいこうやって遊んでる感じで、お互い、まあ、特にクロちゃんなんかお腹をこうひっくり返ってたりとかして、横たわったりとかして遊んでるので、もう先住猫ちゃんにとってもですね、クロちゃんにとってもですね、もう同じね、今ここに一緒にいるジンくんと一緒のね、キジトラちゃんなのかな、先住猫ちゃんがですね、に対しても、まあこの人大丈夫だろうっていうのはもうすごく伝わりますよね。あとはもう本当時間の問題なんじゃないかなって思ってですね、まあ本当良かったですね、2人とも。でジンくん今ね、カメラの真下でね、僕を見てます。こんなに横たわって僕を、ね、僕を見るんでね、見るんですよ。ね、ジンくんね、ジンくんとね、とってこい遊びをしてたんですよ。これで、これで。クレジンくん。言ってます。ジンくんが今言ってます。できるんです。こんな感じでね、やってるんですよ。このクロちゃんのね、足見てください。足こんなひっくり返っちゃって、足こんなやって、かなりもうリラックスしてるのがよくわかりますよね。だからもう、まあもう僕が連絡いただいてた時点で、まあ、会の方にワンクッションあっての僕なので、もしかするともう今頃なんかはね、2人で楽しくこうキャッチミーで遊んでるかもわかんないですからね。ですね。そしてクロちゃんはもういよいよですね、明日ですかね、明日にはそのどうなるかっていうのが私が来ると思います。その里親さんと会の方とこうね、お話をされて、上等されるか、もしくは、ちょっとわからないんですけどね、まあ、そこはもうただただ明日のね、お返事をいただくだけという形にはなりますけれども、ではジンくん、はい、もうでもここまでね、順調にクロちゃんがね、里親さんのお宅で慣れていってるのがね、もう
日に日に、ね、増して、どん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 ですね、もうなんか、あの里親さん家の子みたいな雰囲気がすごいので、今、赤い首輪なんかもですね、すごくお似合いで、ね、里親さんが、こうやってクロちゃんに似合うっていうのでね、つけてくれたんだと思いますし、先住猫ちゃん、あと もちろんファミリーの皆様もそうですし、お家の方でも、リビングの方でも、和室でも、リビングでも、くつろげるようになってますし、先住猫ちゃんとも順調にね、まあ、この子たちなりの関係性で仲良くはなってると思いますので、もうスーちゃんとね、ここで遊んでた時のクロちゃんのその遊び方とは違う先住猫ちゃんとの遊び方っていうのが多分あると思うので、それはそれでね、良かったんじゃないかなと思います。まあ、そんなわけでですね、いよいよまたですね、いよいよというか明日、クロちゃんについての、まあ、どうなるかと、ちょうど成立か不成立かというのは私が来ると思いますので、それをちょっとドキドキしてるんですけど、僕もクロちゃんもねすごく頑張ってくれたと思います。あ、待って来てくれたの見ましたね、ちっくりちばいかなので、また明日のお達しを待っていただければと思います。ちんこんちんこん、今ね、そちらには聞こえないですけど、今ジンくんぐるぐる言ってます。でジンくんとりょうくんはこうやって僕やるんですよ。まあ、ベルさんはもちろんなんですけど、にゃんこをね、こういう扱いしちゃダメだって僕昔思ってたんで、スーちゃんには、ね、ちっちゃい時しなかったから、スーちゃんもしとけばよかったんですけどね、こうやって。ジンくん、ほら、もうジンくんがね、もうね、ぐるぐる言ってんの、ぐるぐる言ってんの、もみくちゃにね、した方がいいと思うんですよ、僕は。もうみんな、スーちゃん以外はみんなそうしてきたので、行くよ。こっちに行こうか。こっちに行こうか。ちょーっ見ましたか。できる子。できる子なの。今度はじゃあこっちに行こうか。そんな中途半端なところに落とすの。ジンくん上手。ジンくん上手なんです。ジンくん行くよ。上手。そして、あ、皆さんに見えないんだよな、そこ。ジンくんそこ見えないわ。でも、まあ、今カメラの真下に行って、また横たわって僕をこういう感じで見てますね。まあそういうわけで、ではまたですね、明日いい報告ができますようにお祈りしておいてください、皆様も。というわけで、クロちゃんのご報告でした。ではまた明日よろしくお願いします。ありがとうございました。あとちょっとね、あのチャンネルとは関係ございませんが、私の、あの妹がですね、さくらというジョイムジカという音楽チャンネルをやってるんですけども、そっちの方でですね、あの今夜ライブをするみたいですので、夜の夕方の6時からそちらにですね、僕はちょっとプチゲストとしてちょっと登場してなんかしますんで、よかったらジョイムジカチャンネルリンク貼っておきますので、よかったらそちらも見に来てみてください。それではありがとうございました。
ていても